らえますか。はい、まずはじめに、監督さんのお名前とチーム名をお願いします。名前は田中道俊です。チーム名は戸頭 FJ ウィングスです。よろしくお願いします。お願いします。まずですね、普段の練習場所はどんな体になるんでしょうか。普段の練習場所は戸頭小学校を、右手のグラウンドになります。はい、ありがとうございます。で、監督さんですけども、高学年、低学年、どの監督さんをされているんでしょうか。主に5年生、6年生をメインとした、AB チームというチームの監督をやっております。はい、わかりました。ありがとうございます。監督さんに就任されたいきさつみたいのを教えてください。前任の石崎監督から、前がやるということで、昨年から監督をやらせていただいています。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。監督さんに習えて、去年が多分初年度だと思うんですけども、はい、成績はいかがだったでしょうか。県大会に行くような大会ではなかなか県大会に出場できませんでした、はい、ただ戸頭杯というチームのメインの大会では準優勝することができました。はい、ありがとうございます。チームの基本的な考え方、スローガンみたいなのがありましたら教えてください。スローガンは勝利に向かって羽ばたけということでやっております。はい、特に、楽しくやろうということをメインで、指導しております。はい、月々の部費はどのくらいかかっているんでしょうか。1人2000円となっています。はい、合宿とかはされてますか。今年はコロナの関係でできなかったんですが、はい、普段は毎年夏に合宿を行っています。はい、なんか泊まりでされてるんですか。一泊の合宿を行っています。はい、県内です。それともどこに。通常は筑波にある施設を借りてやっています。はい、ありがとうございます。普段の練習、練習この戸頭小学校でやられてると思うんですが、時間は何時、どのくらいされてるでしょうか。土曜日は、1日ですね、8時から16時、17時ぐらいまで、はい、日曜日は午前中だけの練習となっています。はい、ありがとうございます。チーム独特の練習とか、なんかトレーニングとかされてる、体力作りみたいなのでされてることはありますか。独特というわけではないですが、打つことがやっぱり子どもたちは好きなので、そうですよね、はい、打撃の方をメインでやってます。チーム出身で高校大学で活躍されてる選手はいらっしゃるでしょうか。大学まではちょっといないですけども、甲子園出たという子もまだいないんで、ぜひこれから出していきたいなと。中学、卒業してですね、はい、中学や高校で野球を続けているお子さんは多いですか。8割ぐらいは高校まで野球をやってくれているので、非常に楽しみではあります。そうですか。で、中学、例えば中学入ると部活の方が多いんでしょうか。それとも外のチームに入れる方が多いんでしょうか。去年卒団した6年生は、すべて中学校の野球に入りましたけども、それ以前はほとんどが硬式野球の方に進んでます。あ、そうですか。はい、いや、それやはりなんかこう、人数、例えば中学校に人数が揃ってないとか、そういう問題もあるんでしょうか。やはり中学校野球人数が少なくて、合併しないと大会に出れないというような現状があるようで、なかなか中学校野球には進んでないのが現状ですね。はい、わかりました。次ですけども、ここの小学校にもウィングさんの広告貼ってあるんですけども、体験参加ですね、どのようにこう生徒さんを集められている、生徒さんというか団員を集めていらっしゃるんでしょうか。やはり練習に来てもらうために、学校で広報活動して紙お手紙を渡したりとかして、はい、やってます。はい、部員さんは戸頭小学校のお子さん以外にはいらっしゃるんでしょうか。はい、他の小学校からも来ております。はい、ありがとうございます。最後の質問になりますけれども、はい、監督さんをされて良かったことっていうのは何かありますか。やっぱり子どもたちと一緒に楽しくできるというのが一番ですね。はい、はいはい、なんか悩んでることとか、今悩んでることですか。やっぱり成績が振るわないと、はい、悩みますけれども、はい、子どもたちが楽しくやってるのを見れば、それで負けてもいいかなという気持ちでやってます。はい、
あの今年はまだ何か試合残ってられるんですか？最後に戸頭杯というチームの大会が残ってますので、はい、それに向かって今、はい、1ヶ月後なんですけども、はい、頑張っています。はい、どちら残り少ないシーズンをですね、これからあの頑張って、また来年に備えてあのトレーニングを進めてください。はい、はい、本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、まずはじめに監督さんのお名前とチーム名をお願いします。はい、名前は宇多津智樹と言います。戸頭 FJ ウィングスの、チーム名になります。はい、ありがとうございます。FJ ウィングスさんのですね、あの低学年の監督さんですね。はい、はい、低学年といえば4年生以下を指導する監督さんでしょうか？はい、そうですね、4年生以下の C チームという括りの中の、はい、低学年チームというふうになります。はい、はい、監督さんに就任されたいきさつというのはどういういきさつがあるでしょう？はい、ですね、と息子が野球やり始めたのをきっかけに、はいはい、まあ、一緒に練習をするようになって、はいはい、まあ、練習を通して面白くさせていただいてたなっていうのと、はい、はいはい、まあ、活動の中で、はい、少しでもご協力できたらなっていうところで、はいはい、監督、ね、コーチとして、はい、引き受けさせていただいたのがきっかけ、いきさつというふうになります。はい、じゃあ今は息子さんもチームでプレーされてるんですか？そうですね、はいはい、息子も、はい、一緒に FJ ウィングスの方に、あ、そうですか、はい、活動して、低学年、高学年、もう高年、そうですね、2人いまして高学年と、はい、あと低学年チームに、はい、所属しています。はい、低学年チームの練習ですけども、はいはい、なんか特別な、例えば低学年用に特別なこととか、はい、トレーニングとかはされてるでしょうか？あ、はい、短い時間の中での活動になりますので、はい、と、まあ、練習飽きないようにするために、はい、とグループ分けをして、はい、例えば一つのチームが打ってたりするときには守備をさせたりとか、はい、あと、まあ、守備とか、まあ、打ってるその他の以外にランナーの練習をしたりだとか、はい、っていうふうにちょっと飽きないようにするための練習を、はい、グループで回して別々にさせているというふうな取り組みというふうなのはやってます。はいはい、低学年の監督さんといいますと、はい、結局チームに入ってきて、はい、入りたての子もたくさんいるわけですよね。はい、そうです。やっぱりそういう子を気をつけてることとか何かございますか？はい、そうですね、やっぱり入ってきた子っていうのは、はい、まだ野球ボールが硬いというところで怖さもありますので、はいはい、少しずつ徐々に慣れていくために、はい、まあ、硬いボールをいきなり投げるとかではなくて、はい、少し柔らかいボールとかから始めたり、はいはい、あと、まあ、長時間練習ってならないように楽しむを基本にして練習に、はい、まず怪我しないことですね、安全に気をつけて楽しむための取り組みをしています。はい、特にボールも少し大きくなりましたし、はい、硬くなったので、結構低学年の子にはちょっとなかなか始めは難しいかもしれないですね。そうですね、やっぱり、はい、少し前に比べたら、はい、少しボールが大きくなったっていうのもあります、硬くなったっていうのもありますので、はいはい、少しそこは恐怖心が少しはあるかもしれないですね。はい、体験参加なんか入ってこられる方、はい、やはり一緒に、はい、完全に初めから一緒に練習をこう入ってもらうような形に、あ、そうですね、体験で来られた方というのが、はい、まあ、徐々に来ていただいて、はい、少し、まあ、3時間だけではなく1時間とか30分だけとか徐々に体を慣らして、はいはい、やっていくような、はい、練習方法をとってます。はい、最後の質問になりますけども、監督さんされて良かったことっていうのは何があるでしょうか？はい、あ、そうですね、やっぱり子どもたちの中で、はい、まあ、今までできなかったことができるようになったり、はい、ボールが例えばベース間、塁間投げれなかった子が投げれるようになったりとか、目に見えて徐々に成長が感じ取れるところが、はいはい、良かったなというふうに思います。はい、悩んでることはございますか？はい、そうですね、悩んでること、はい、やはり子どもが少なくなってきておりますので、はい、野球をやる子がですね、はい、で少しずつは人数が減ってきているという状況がありますので、はい、少しやっぱりもう少し野球に関われる、頑張る、まあ、入ってくれるような子が入ってくれたら一緒に楽しむことができるかなというふうに思っています。はい、今日はね、せっかく練習風景を見させていただこうと思ったんですけども、 まあ、あいにくの雨でですね、はい、インタビューだけで、今度また機会があるときにですね、はい、練習も見学させていただきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。